シャオラン、どうやって？俺が通信プロトコルにアクセスできるようにした。テイラー、何がしたい？一体何が望みだ？決断、責任、それは常にたった一人の人間が担う。そいつを見つけたい。なぜだ？ウサギの巣穴がどこまで続いているのか知るためだ。あのテクニカルならスナイパーを圧倒できるぞ。俺に続け、セーフハウスまで突き進むぞ。
聞こえたか。ASP だ、隠れろ。攻撃を引きつけろ。俺が防護システムを叩く。聞こえたか。 ASP だ、隠れろ。攻撃を引きつけろ。俺が防護システムを叩く。これでくたばったらもう動かないはずだ。テイラーの仕業だ。奴がこちらの通信に侵入した。もう誰が聞いてるか、割り込んでくるかもわからない。
オーケー、次はケインを探す。クソ、ミッションもここまでか。回収手段を確保してくれ、ヘンドリックス。冗談だろ、彼女終わりだ。いや、まだだ。おい、聞いてんのか。死んだんだ、諦めろ。お仲間は随分と抵抗していた。彼女に何をした。二度とお前とは話せぬ。今ではおとなしいものよ。じきにわかる。そこで待ってろ、ヘンドリックス。まだ終わってない。ヘンドリックス、言いたいことは。まったく血の気の多いやつだ。
強い女だ。薬が効いてくればすぐに起き上がれるだろう。だが傷の回復には時間がかかるだろうな。なあ、お前は気がとがめないか。何の話だヘンドリクス。つまり俺たちのことだよ。かつての仲間が裏切り者になった。その連中を始末しに行くことだ。奴らは機密情報を漏らし、それによって敵はいつどこで攻撃を仕掛ければいいかを知った。 CIA がシンガポールの惨事に関与していることもほのめかした。奴らの行いがウィンズローアコード全体に危機をもたらしている。そうだね、俺は全く気がとがめない。